キュキュキュラッチョリです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、今回はですね、石川県の金沢市にあります、梅梅と書いてめいめいさんという、中華料理屋さんに来ております。以前にですね、マックス村井さんが、激辛企画で利用されたお店なんですけれども、今日はそれと同じメニューを食べていきたいかなと思います。そしてですね、行った人のこの感想をちょっとツイッターで、述べたいかなと思います。今年食べた中で辛さダントツ1位はめいめいさんの激辛麻婆麺、かっこ期間限定。あ、なるほど、期間限定で麻婆麺をやっていたと。ああ、なるほどね。激辛麻婆麺、辛さよりしびれがすごかったな。しびれが苦手だということを認識したもんだけど、辛いの強い人は全然平気で食べちゃうんだろうなと。今回は唐辛子と山椒のしびれが効いたメニューになってくるんじゃねえかなと思います。それでは早速チャレンジしていきましょう。レッツゴー。何本入ってこない。わあ、すごい香ばしい。いただきます。さあ、めいめいさんの超マーラー担々麺、お手並み拝見ですね。通します。それではまずちょっとスープからいってみましょうか。はい。わあ、この香ばしい。喉の奥をこう刺激するような鋭い辛さですけども、このね、ひき肉やらのこの旨味がスープに染み込んで、これたまらないね。この辛いスープを目に絡めて一口いきましょう。いただきます。これは美味しい。うま辛い。唐辛子プラスしびれ山椒の山椒のしびれは痺れますね。この唐辛子一体何本入ってるのっていうぐらいこれ入ってますよ。すごいですね。これ別に唐辛子これ食べなくてもいいやつだと思うんですけど、今日はこの唐辛子全部食べますよ。あ、すごい。あ、辛い。先日されたマルゲンラーメンより全然辛いですね。当たり前ですけど、香ばしいですね。このひき肉のやらこのスープに染み出して、もちろん辛いですけどね。そしてじゃあこっち、ちょっと巨大なししとうですかね、これちょっと食べてみましょう。
残りはね、この真っ赤に染まったこのスープと、まあ本来食べなくてもいいこの唐辛子なんですけども、まあこれはね、トレーニングの意味も込めて今回はこれ全部食べていきたいかなと思います。実際ね、この唐辛子は全然無味無臭です。ちょっとピリッとするぐらいの辛さですが、あくまでこれは飾り付けの唐辛子でございます。非常にこの噛んでても何も味しないですから、せっかくね、これはパフォーマンスとして、これね、すごいよ、これすごい、うん、唐辛子ラーメンを食べてよ、噛むのにもだいぶ時間かかります。よし、もうちょいだ。この唐辛子大フィーバー祭り。人生で一度にこんな大量の唐辛子を食べたことは一度もない。軽く30本は食ってるな、これ。この量ですよ。できんのかよ、おい。よいしょ。すごい、偉かった、ね、スープまで飲んだのは初めてです。あ、本当ですか、今まで、はい、全部が全部食べたなと結構言ったんですけど、はい、スープまで飲み切ったのは本当に初めてです。あ、そうなんですか。素晴らしい。あ、美味しかったです、本当に。これもらしいです。スープ勧誘したのは僕が初めてだそうです。ましては多分唐辛子食べた人も誰もいないでしょ。本来食べるもんじゃないですからね、唐辛子は。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。めいめいさんの超マーラー担々麺、辛さレベル、じゃん、じゃん、辛さレベル 7.5 です。 7.5 です。唐辛子祭りで一応辛かったですけど、マーラー担々麺のこのスープ自体はね、まあ、非常にこの中ひき肉の旨味とかそれぞれのね、具材の出汁が染みて非常に美味しかったです。箸が止まらない一品ではないでしょうか。あとでこの唐辛子と山椒の程よい刺激で、食欲を増進する、そんな一品でございます。まあただね、やっぱこの唐辛子をね、ね、30、40本ぐらいありましたけど、まあ、あれは本来食べるものではないですけども、あれを食べてたことによって、まあ本来のメニューからすると、まあ、辛さレベル 6.5 とか7ぐらいなんですけれども、最後の唐辛子が加わることで、まあ、ダメ押しの 7.5 という判断になりました。ということで、さあ本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この挑戦に高評価などはグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、激辛ジョニーのスパイスをやってますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。